ただ僕の周りの友達先輩、仲間たちは「いやもう山下そんなさ契約栽培なんて面白くないだろう」って。だってボーンと儲かる時のあの喜びね、うわ値段上がったって、うわ儲かったって、よ飲み行こうぜみたいな、あのなんかもう博打が当たった時みたいな、このアドレナリンが放出しまくるみたいな、あのなんか感動喜び、やっててよかった、だから農業やめられないんだよっていうふうな、あのなんかもうパリピ的な、あれを一回味わっちゃうとなかなかね、このね安定したいですなんていうことね、なかなかならない。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農ビジ会を運営しております山下博之です。さあ今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきましょう。さあそれでは本日のテーマはこちらになります、契約栽培賛成ですか反対ですか論争ということで、あなたは契約栽培ね賛成派ですか、それともいやいや反対ですかっていうねお話をしたいと思います。で、あの本題に入る前にちょっとねお知らせさせてください。まあ、今までね、23回のびじセミナーね、今度15日やります。これねたくさん申し込みありがとうございます。でそれを踏まえまして、実はですねこの、のびじ会っていうのはですね、まあ、定期的にやっていくんですけど、農業ビジネススクールはですね、でその中で、毎週、いや間違えました、毎月ですねこのオンラインライブ相談会というのをやります。オンラインで私がね皆さん方のご質問に答える、題してちょっと聞いてよ山下さんというのをねやります。これあのノービジビップ会になってくださった方々はですね、まあ、自由に参加いただきます。で19時からですね、あ日にちはあの7月の29日19時から、まああのノービジセミナーと同じ時間帯ですね。で夜もうね仕事終わってちょっと一服したところで、まあ、お酒飲みながらで全然結構です、タバコ吸いながらで結構です、ご飯食べながらで結構です、まあ、自由に、いろんなことね聞いてください。直接聞いてくださっても結構ですし、チャットでね聞いてくださってもいいと、まあ、時間が許す限りですね、私がですねもう皆さん方、その会員の皆さん方の質問にですね、もう全てあのその場でライブでお答えするというね、なんとんでもないことをね今考えてます。まあ、これも定期的にやっていこうと思いますので、ちょっと山下さん聞いてくださいよっていうようなね案件をお持ちの方いらっしゃいましたら、ぜひねノービジビップ会員になっていただきまして、まあ、いろいろねコミュニケーションを取っていきたいなと思っています。さあそれではですね、早速今日の本題に入るんですけれども、実はそのメンバーの方からの実はこのご質問なんですけど、ちょっと山下さん聞いてくださいよ、いやもともとね、契約栽培ね、契約栽培をこれなんか農協さん絡みだったんですけれども、農協さんがあのキャベツの、契約栽培、ね、を やるとっていうことで、あいいじゃないのっていうことで、その人はもともと農協には出してなかったんだけど、あのやりませんかって、誘われたから、あいいですよってこう誘いに乗ったと。ところがそこのお父さんが、いやいやダメだと、契約栽培なんてダメだというふうになんか反対されたっていう話なんです。まあ、これ割とあるあるですよね。息子さんである、まあ、今事業主体となっていらっしゃる息子さんが、こういうことやりたいんだって思ってても、やっぱりね先代お父さんがね、いやまだダメだダメだっていうふうに、やっぱどうしてもお父さんの影響って大きいですよね。まあ、そういうふうなところでどうしたらいいんでしょうかみたいなね話のちょっと相談がありました。まあ、そこで今回ね、契約栽培あなたは賛成それとも反対論争ということで、ちょっとこの辺についてちょっとお話をしたいと思います。さあそもそも皆さん、もう農協出荷されている中で、農協出荷だったら、まあ、相対取引はまた大体主流、市場取引が一般的ですよね。ですから相場が上がった下がったって、で農協市場と農協さん手数料引かれて皆さんのところに振り込まれるっていうのが、まあ、大半だと思います。ただ相対取引というのは、まあ、言わずと知れた、まあ、取引先と互いに条件を決めて、条件を、ね、決めて取引を行う。例えば この時期はいくらですよとか、どのくらいの量を出してくださいねとか、サイズはこのくらいですよとか、ケースはこういうケースでお願いしますね、1日どれのくらい出してくださいねとかっていうふうに、ある程度の取引条件を決めて、ね、互いに条件を決め、あ支払いはいついつですよ、値段はいくらですよっていうのをね、あらかじめ決めて取引を行う。まあ言ってみればこれ先物取引なんですよ。先物取引で市場で出すのは株取引なんですよ。 高かったり安かったりする、いわゆる株取引と先物取引っていうのをこの農業業界で我々はやっているってことなんです。でそこでこれも賛否両分かります。でどっちがいいですかって言ったら、どっちもやっぱりいいところがあります。まず相対取引、いわゆる契約栽培で相対取引する場合の一番のメリットは安定です。安定、安定しますよね。うん、例えば1ケース1000円って決めたらずっと1000円、たとえ市場価格が暴落したとしても1000円だから、よかったもうずっと1000円で助かるっていうふうに安定するんです。じゃあ一方
相対取引契約栽培のデメリットは何かというと、一つは息苦しい、条件がいろいろ決まってて息苦しい、うん、でもう一つはワンチャン万が一市場価格が高くなったならば、なんか損した気分になる、なんか悔しいっていう心理が起こるってことなんです、ね、もう一回いきますね、うん、契約栽培相対取引の一番のメリットっていうのは安定ですね、うん、もう値段決まってるからもうそれ以下下がらない、ちょっとした、不安がなくなるみたいな、ちょっと安心みたいなところがあります、うん、で、うん、デメリット、逆に言うと市場取引のメリットというのは、いわゆる契約栽培のデメリットっていうのは、もし値段が上がった時は悔しい思いをするとか、もしくはやっぱり条件いろいろ決められるとなんか息苦しいとかいうふうな、まあ、大きな2つの要因があるというふうに僕は見ています。さあ皆さん方どっちでしょうか、うん、まあ、僕のね仲間周りもみんながみんな契約栽培しているわけでもありませんし、みんながみんな市場農協出荷しているわけでもありません。もういろんなチャンネルがあっていいと思います。で僕はどうしたかというと、あくまで僕はですよ、僕はどうしたかというと市場取引っていうのではなくてこの契約栽培にこうシフトしました。なぜか私の価値観として、やっぱり安定とか安心の方が欲しかったんです。でも私の父が反対するんですよ。お前そんなこと言ってさ、ね、息苦しいだろう、そんな約束守って生産するなんてできないだろうって言われたんですけど、いやそれでも僕はそういうことしたいと。だって、高い時はいいけど安い時もあると、もうそんなに一喜一憂したくないっていうのが僕の心理だったんです。あくまで僕の心理ですよ、うん、だからそっちの方に大きくこう舵を切ったというふうな、まあ、経緯があります。ただ僕の周りの友達先輩、仲間たちは、いやもう山下そんなさ契約栽培なんて面白くないだろうって、だってボーンと儲かる時のあの喜びね、うわ値段上がったって、うわ儲かったって、よ飲み行こうぜみたいな、あのなんかもう博打が当たった時みたいな、このアドレナリンが放出しまくるみたいな、あのなんか感動喜び、やっててよかった、だから農業やめられないんだよっていうふうな、あのなんかもうパリピ的なあれを一回味わっちゃうと、なかなかねこのね安定したいですなんてことね、なかなかならない。で僕もありがたいことにね、ここの農業を始めてドーンと当たって、うわほう向かったっていうのは正直ありました、うん、だって今まで100円と思ってたのが300円したり、ね、今まで1000円と思ってたのが5000円したりとか、もう幻かというくらい一晩でうわーって思ってね、まあ、結局散々してしまうんですよ飲み行こうぜなんつって使っちゃうんですけど、うん、でも逆もありますよね。逆、まさか1ケース500円、500円ならまだいいよ、1ケース50円っていうのがありましたからね。50円、ちょっと目がおかしいんじゃないの。これね、ゴーヤ苦売りそれで作った時あるんですよ。で前の年にすごい流行る前にこう作って、そしたらもう1ケース5000円もう1個300円とかして、うわほーっと儲かっちゃって、で次の年もなんて、次の年もね2匹目の土壌を狙おうと思って、うわーっておまけに3倍ぐらい面積作ったらさ、市場に持っていったらさ、500円とか、500円ってどういうことかって、10ケース持って行って500円って、10ケース持って行って500円仕切りが500円どういうこと、1ケース50円1本1円っておい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 って、なんだこれはと、もう箱代にもならないなんてことも実は何度も何度も味わいました。でそこでもう本当ね、これ価値観です。高い時もあれば安い時もある、これがまあ相場っていうものですよ。だから僕は市場出荷を別に決してその悪く言うつもりはないです。ただもう勘弁してくれ、もうそんなんで一喜一憂するの俺疲れたわ、俺そんなことやってる場合じゃないわっていうふうに、もう僕はもう途中で辞めました。割と辞めるの早かったです。平成7年には辞めました。まだまだ市場出荷が主流だった頃です。まあ、農協を辞めて自分で販売して相対取引決めて値段を決めて、まあ、あれから言われましたよ、お前そんなことやったってうまくいくわけないじゃないか。確かにまだまだ相場が高かった、うん、ね、例えばほうれん草やった時なんて市場に出せばさ、キロ500円も600円もしてる時に、僕はこともあろうにキロ250円で出荷してたんですよ。キロ250円ですよ。もう親からも親戚からも兄弟からも言われました、バカじゃないのって、今市場に持っていけばお前今もらってるお金の倍もらえるんだぞって、お前はバカかというふうに散々言われましたが、俺はそれでいいんだと、うん、それでいいと、もう250円でいい、ただ俺が240円で作ればいいだけのことだからっていうふうに、まあ変わってましたよね当時ね。
まあ、結果として僕はその道を選択した、だから結果として大儲けはそれ以降一切していません、ただ250円で流通させるやつを240円で作る努力、230円で作る努力っていうものを地味にやってきたおかげで確実に10円チャリン、20円チャリンっていうような経営をやってきたんです。地味ですね。でだけど僕はこれが僕なりの経営スタイルだったし、これによって計算ができるし、ビジョンが描けるし、まあ、安定っていうものを得ることができたということで僕は自己満足してます。僕はですよ、ただこれをね、まあ、無理強いするわけにはいかない、まあ、ドーンと儲かったやつをねプールしてて、いわゆる保管、ストックしといて、でそれを切り崩しながら生活するっていう風なやり方も全然ありです。ただここで問題なのがですね、要はどっちが正しいか論争じゃなくて、はい、あなたはどっちを目指したいですかという結論、あなたのビジョン、あなたの考え方、あなたの主体性がやっぱり問われてくるわけですよ。もう山下さんなんかその厳しい話しないでよと、ね、主体性とか言われたらドキって、惰性で農業やってるんですよって、そんな自分がどういう農業やりたいかなんて今まであんまり考えたことないんですよ、ドキってなってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、そうなんです。私たちやっぱり農業をやってるのに、何だろうな、何かしらの思い切ったビジョンがあって農業を始めた方って割と少ないんですね。やっぱり我が家が農家だったからとか、そこに農地があるからとか、まあ子供の頃からお前は農家を継がなきゃいけないんだっていう風な、まあ、流れとか、いろんな自分の思いとかアイデンティティとか考えとか、そういうものではなくて何かしら見えないレールに乗っかってるだけっていう方がとにかく多いんです。でいいんですよそれで。ただこんな風に右か左か論争になった時に、大体のお父さん世代は契約栽培そんなのはけしからん、なぜならば俺はねドーンと儲かった時にを味わってきたからだっていう、昔ながらのそういう価値観の人たちにやっぱり影響されるんですよね。影響される、なぜか自分というものがないからですよ。でも影響されて別にそのまま行って全然いいじゃないですか。あ、じゃあそうか、父さんがそういうんだったら俺もそういう考え方で行くよ、全然問題ないですよ。ただいや待てよと、俺はどうかなって一旦考えてみましょう。一旦考えてみて、俺はこういうやり方をしたい、こういう生き方をしたいっていうのがあって、もしそれが、皆さん方のお父さんや兄弟や友達や親戚や先輩方と意見が合わないのであるならば、ここは大変なんですよ。葛藤が生まれます。俺はこう思うんだけどな、でもみんなそう言うもんなって、こう葛藤が生まれるわけ。この葛藤が苦しい、葛藤が苦しい、この葛藤が苦しいんですけれども、あとはまあね、ちょっとシビアな言い方だけど、どっちだいって話なんですよ。最終的にはね、自分が自分の人生を考えながら、自分はどういう農業をやりたいんだ、自分はどういうふうな方向に進みたいんだっていうことで、まあね、この契約栽培でいくのか、もしくは今までのねやり方でいくのかっていうことに分かれると思います。さあということで、まあ、結果としてまあマインドの問題ですよっていうような、まあ、とんでもない結論になっちゃうんですけれども、契約栽培がいいとか悪いとか、まあ、一喜一憂あると、まあ、これ、もっと砕け、もっと、違う言い方をすると、市場出荷をしててもですね、高い時と安い時とあって、これ鳴らすと大体平均金額なんですよ。大体そうです、何の農産物でも。だから相対取引しても高く売れるわけでも安く売れるわけでもなく、大体同じ金額、結果として手にする所得っていうのは実はあんまり変わんなかったりするんですよ。契約栽培出そうと、市場出荷しようと、ただ自分の納得です。本当自分の納得、自分はどういう農業をやりたいのか、自分はどういう人生を送りたいのかっていう自分の納得につながると思いますので、まあ、ぜひね、まあ、皆さん方、まあ、いろいろな、ね、悩みどころある、誰の、ね、意見、いろんな人の意見ましてね、 YouTube では山下がこんなこと言うからまた迷うじゃないかって思われると思うんですけど、まあ、しっかりとね皆さんね考えましょう、自分はどういう農業をやりたいのか、もうどっちが得とかどっちが損とかで考えたって一緒です。もうどっちが得とか損とかわからないです。ただ自分がどっちがすっきりするかワクワクするかですよ。そこをね、まあ、こういう機会一緒に考えていきましょう。はい、ということで今回はですね、契約栽培、あなたは賛成派それとも反対派論争についてね、ちょっと私なりの、コメントを意見をね述べさせていただきました。まあ、こんな風にですね、まあ、次回このね7月29日ちょっと聞いてお山下さんというところで農美次会のね皆さん方のねいろんな意見聞かせてください。そして僕なりのコメントを、まあ、バン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 返していこうと思っております。はい、ということで今回ねこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。
もっと勉強したい、もっと学びたい、そして稼げる農業者になりたいという方のために、ノービジセミナーメール講座をお届けしております。今ご登録いただきますと無料でご相談に応じております。詳しくはノービジで検索してください。一緒に農を耕しましょう。